木村健阿市堂お像、谷文潮筆木村健阿市堂今日は二年一月二十五日は、江戸時代中期の日本の文人、文人画家、本蔵学者、蔵書家、コレクター。大阪北堀江瓶京北詰の造り酒屋としまい、大屋岡兼ねる昇家の長子として生まれる。名は穴京、幼名は、大野義郎、ジオ、ヨッシは、健阿市堂の他に、辰巳仁市、通称は、 つぼや吉ちえもん。剣足とは、足のことであり、剣足道とはもともとは、彼の書斎のことである。庭に井戸を掘った時に、足が出てきたことをめでて、そのように名付けたもので、後にこの書斎の名をもって、彼を呼ぶようになった。山水図資本探査へ剣足道は生まれつき病弱で、手がかかる子供であったので、父より草木を植えて心を癒すことを許され、 やがて植物や物産への興味につながっていく。極めて早熟であり、十代初めから、監視や、書画の手ほどきを受け、その才能は、周囲の大人たちを驚かせた。十五歳の時、父を亡くす。家業を継いでからも学芸に励んだ。二十一歳の時、示せ子と結婚。二十三歳の時、後の混沌死者の前身となる、私分結社圏アシ会を主催し、 定例会を8年続けた。31歳の時京都丸山のなり網で模様された物産会の品評執事を三浦うさい秋内石帝と務めた。33歳、長女生まれる。近年、何はの地の巨人と称され評価が高いが、事実、本草学、文学、物産学に通じ、大爆然に精通し、出版に携わり、オランダ語を得意とし、 ラテン王会誌、書賀、戦茶、天国をたしなむなど極めて博学多彩の人であった。また、書が古董書籍、地図、鉱物標本、動植物標本、器物などの大コレクターとしても当時から有名であり、その知識や収蔵品を求めて諸国から様々な文化人が彼のもとに訪れた。人々の往来を記録した剣足。県 同日記には延べ9万人の来訪者が表されている。監視人、作家、学者、医者、本蔵学者、絵師、大名等など幅広い交友が生まれ、個人としては最大の地のネットワーカーとなり、当時の一大文化サロンの主となった。完成2年55歳の時、密告により酒蔵統制に違反とされてしまう。酒蔵の実務を任されていた。 支配人宮崎屋の過失もしくは冤罪であるか、判然としないが、完成の改革の中で、大阪商人の勢力を抑えようとする、幕府側の弾圧事件と見るべきだろう。県和指導は直接の罪は免れたが監督、不意気届きであるとされ町年寄り役を罷免されるという、屈辱的な罰を受ける。伊勢長島城主、増山節祭を頼り、加盟再興のため大阪を、 一旦離れ伊勢長島川尻村に転居。二年の後に帰坂し、船場五福町で文具省を営んだ。その後、家業は栄え以前にも増して、県足堂は流星となった。今日は二年没す去年六十七、天皇区の大王子に眠る。彼の死後、膨大な蔵書は幕名により、大部分は昌平座科学文書に収められたが、 提出博物館書目に昭平座科学文書の蔵書印が押された県瓦指導蔵書の一部が確認できるため、いくつかの過程を経て一部散逸してしまったことは、はっきりしている。昭平座科学文書に収められた大部分は、現在内閣文庫に引き継がれている。谷文長による木村県瓦指導蔵は、彼の死後2ヶ月経過した、今日は2年3月25日に描かれた。 大正13年、15位を追蔵された。第二次大戦前、大阪市によって、屋敷の跡地に、県阿蘇同士石踏みが建立されたが繊細で防失。昭和35年、大阪市の史跡検証事業により、検証費として、木村県が指導屋敷跡石踏みが、跡地近くの大阪市立中央図書館の南東角地に建てられた。大阪文人が作戦面、米宝山水図。 ありがとうございます。